皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1996年公開のイレイザー。現代、イレイサー。監督はチャック・ラッセル。脚本は、トニー・パイヤーとオロン・グリーン。主な出演は、アーノルド・シュワルツネッパ、バネッサ・ウィリアムズ、ジェームズ・カーン、など。大手武器製造会社の社員 B は、偶然知った最新鋭兵器の密売計画を告発。B の保護を命じられたのは、政府特別情報局員のイレイザーことクルーガー。事件の背後には彼の上司の姿も見え隠れし、孤立無援の戦いを強いられる。というストーリー。お金はかかっているけど、内容は B 級で深く考えずに楽しむ系の、シュワルツネッパーの王道アクション。本作がヒットした彼の最後のアクション大作と言っても過言ではない。ストーリーはそもそも二の次なので、バネッサ・ウィリアムズは美しいし、ド派手なアクションはスパッとして CG を駆使した映像はすごいし、娯楽作品としては合格。ひたすらシュワルツネッパーのかっこよさと、リアリティよりも爽快感を楽しむべし。ということで、評価は。Thumbs up.